平成16年台風第22号は2004年10月に発生し日本に大きな被害をもたらし東日本に戦後最大級の勢力で上陸した台風である。進路図2004年10月4日15時にフィリピンの東で発生した台風第22号は最盛期に920ヘクトパスカル秒速50メートルまで急速に発達した。そして その最盛期に南大東島の南東を通過、さらにスピードを上げて北上を続ける。そして強い勢力のまま10月9日16時ごろ、静岡県伊豆半島付近に上陸した。17時過ぎ、神奈川県三浦半島を通過した。18時過ぎ、千葉県千葉市付近に上陸した。その後も時速 45km 以上のスピードで関東地方を縦断。 岩手県宮古市の東で温帯低気圧に変わった。台風第22号は最盛期に920ヘクトパスカルと2004年の台風の中ではトップクラスの台風である。衰弱前に直撃を受けた伊豆半島では色を先で最大瞬間風速秒速67.6メートルを観測するなど大きな爪痕を残した。関東縦断時には 小型だったために勢力をうまく維持できず、急速に衰弱した。そのために、静岡県では大災害となったが、関東地方では大きな被害にならずに済んだ。死者は6名、行方不明者は2名、負傷者は167名と、人的にも大規模な被害を受けた。前線と複合して大雨となったため、静岡県と関東南部では崖崩れや、 浸水被害も少なくはなかった。横浜市では駐車中のトラックが次々に強風によって横転し、積み重なるという被害も発生した。土砂災害発生は9日10日の2日間で196件が記録されている。重火前回167個、半壊244個、一部損壊4495個、床上浸水1247個、 床下浸水3592個、非重化被害1207件。三重県鈴鹿サーキットで10月9日に開催予定だった自動車の F1 日本グランプリの予選が台風の接近による降転を警戒して翌10日午前に延期されることになり、予選、決勝とも日曜日に開催されるという会一、史上初の事態となった。2004年10月9日放送の めちゃにいけてる。SP では関東地方に台風が直撃し、在宅率が高かったことも相まって関東地区では本番組の過去最高視聴率を叩き出した。ありがとうございます。